はいどうも、さっき動画撮ろうと思ったら間違って生放送しとったネクロスです。さあ今回もトアプリやっていくんですけど、前回と開始場所ちゃうやんけと思うかもしれんけど、これね、前回墓地でセーブしてリセットとかまあ終わってんけど、普通墓地から始まるはずやのに、トアプリのフラグ管理っていうのが結構複雑っていうかまあごっちゃごちゃで、でそのまあ俺は RTA 奏者やからそのフラグ管理がある程度理解してるからあれなんやけど、そのキングブルーブリー2回目のムービーが始まってから固定の神殿クリアするまで2セーブリセットするって、なぜかハイラル城からのスタートになる、城下町やな、城下町からのスタートになるっていう謎のフラグ管理になってるんで、まあ城下町からのスタートになったんで、まあ気にせずこのままやっていくんやけど、思い出してほしいのがゴロン族のイベントをやってないおかげでっていうかもうやってないせいでアイアンブーツないよ。アイアンブーツなかったら固定の神殿にまず入れることはできるけど、まあ攻略ができないので、まあ天空女子でもアイアンブーツ使うんで、とりあえずアイアンブーツ取りにとある村まで戻りましょうと言いたいところで、これ積んでね、積んでないわ、帰るぞ。あ、そうそうそう、普通にアイアンブーツ取りに行こうと思ったけど、噛んだわ、思っとったけど、ゴロン鉱山を攻略してない、かつラネールのトワイライトを解放してると一部バグった現象が起きるんで、そこ行ってみましょう。この辺やな、この辺ほら、この辺謎にね、ここがね暗くなるんよね。やったことある人なら全然わかると思うけど、これはトワイライトに入る手前のところがまあ暗くなると思うけど、そこの暗さと全く同じやねんね。でこの場所っていうのがラネールじゃオールディのトワイライトの入り口になってるよ。ほらフィローネからこっち来て、で、こっちまで歩いて行って、ここでミドナとの話があって、こっからオールディのトワイライト入っていくって感じになってるんやけど、謎にね、ここがね、暗くなるんよね。これが、ゴロン鉱山を攻略してないかつ、ラネールのトワイライトを解放してるっていう、その条件が重なったら、謎のこのバグが起きるっていう。さあ、とある村まで戻ってきたけど、おっと、危ねえ。ここはゾーラの服に着替えとくこと。これが重要。あぶねえ、めっちゃギリギリやったわ。でここから相撲するねんけど、この相撲っていうのがまあポケモンの御三家と一緒で、炎タイプは草タイプに強い、草タイプは水タイプに強い、水タイプは炎タイプに強いっていう、あの御三家の感じで、張り手は移動に強い、移動はつかみに強い、つかみは張り手に強いっていう感じで、この御三家のあんな感じになってて、まあじゃんけんと一緒やけど、だからつまりこの相撲っていうのはほんまにもう運ゲーになってるから、ジャンケンでどれだけは勝てるかっていう感じと一緒やな。だからかなりもう運要素が強いからね。でここ注目してほしいのが、この相撲のイベントっていうのは本来はゴロン族とのイベントで起きるもので、それを飛ばして俺はもうラネールの領域に入ってからここに来てるわけであって、そうすると今リンクがゾーラの服着てるけど、本来は相撲の時にゾーラの服を着るっていうことができないよね、そもそも持ってないから。で相撲すると、まあ、リンクが服を脱ぐんやけど、この時にゾーラの服を着てる状態で服を脱ぐと、なんとリングの顎ヒゲが生えます。謎にヒゲが生える。でここはもう相撲の運ゲーでも、1回戦は何もしないっていう選択肢があるからだいぶ楽やな。はい、運ゲーに勝った。こういうのは RTA で起きろ。ヒゲ、リンクの顎にヒゲ。で後で見たら分かるけど、このヒゲが何なのかっていうのは分かるよ、後で見たら。さあ今度こそはもう完璧な運ゲー、オッケー、じゃんけんまず勝つ、負ける、はいはい勝つ、ふいふいふい、はい勝つ、オッケー。結構運が良かったな、1回ミスったぐらいかな。ミスったって言ってもこれ運ゲーやからもうしゃあない。ヒゲで、このヒゲっていうのは、あ、そうかやな、このこれリンクのカメラちょっと難しいところ、リンクの顎周りのこれなんかあの なんていうのこれなんかピッチピチのなんかタイツみたいなの履いてるけど、履いてるってか着てるけど、これがあのヒゲの正体やな。というわけでアイアンブーツゲット。今までのゼルダシリーズでは、まあ時のオカリナとか風のタクトとかではヘビーブーツって名前やってんけど、今回はアイアンブーツって名前やな。なんでかっていうと、今作のこのアイアンブーツは前作と違って、前作は単純に重さがある、重たいからヘビーブーツって名前やって、単純にまあ水の中に潜るためとか、
あとは、まあ、風だけだったら風に吹っ飛ばされない、重たいから吹っ飛ばされないっていう意味でヘビーブーツって名前やってんけど、まあ、今回のトアプリからはこの靴が鉄っていうのを利用してその磁石でくっつくっていう仕掛けがゴロン鉱山っていう謎のダンジョンにあるらしい。いや、ゴロン鉱山とかでダンジョン知らんけど、本来はそうやってやるらしい。だから名前がヘビーブーツからアイアンブーツに変わった。でもちなみに時のオカリナとか風のタクトとかの英語版はもう最初からもうずっとアイアンブーツ、ずっとアイアンブーツだけど日本語だけずっとヘビーブーツやってるね。それがトアプリになって日本語も英語も両方ともアイアンブーツで、まあ今からアイアンブーツゲットしたから小手の神殿行くんやけど、まあ、小手の神殿の行き方はまあこっから降りるのが多分一番早いんちゃうかな。でもこっから降りようとするとね、あのこの奥にピエロがおって、そのピエロが邪魔でこの奥行けないよね。こいつこいつ、このいい年したおっさんがピエロのな服装してな当選もしてるわけやで、しかも通るのに20ルピーも払えと言ってくる、なめとんなかって。それやったらこっちから壁貫通していくもんね、バーカバーカバーカ。さあここで思い出してほしいのが、ゴロン鉱山を攻略していない関係で爆弾がないです。でここを攻略するのには水中爆弾っていう爆弾が必要になってきとって、まあそれはゴロン鉱山で買うしかないねんけど、ゴロン鉱山で買うちゃうな、バーンズのボム工房で買うしかないんけど、ここ岩があるやろ、この岩を水中爆弾で潰すんやけど、水中爆弾持ってないです。で水中爆弾を持っていないのであれば壁貫通して裏側回りましょう。というわけで固定の神殿、まずはちょっとこの水路を泳いでいかなあかんねんけど、さあ固定の神殿上がってきました。でこっちの宝箱、ここの宝箱にはい水中爆弾あるんやけど、なんとボム袋持っていない関係でどっか消えます。このゲームボム袋ないと爆弾から爆弾ゲットしてもそのゲットできないんで、つまり水中爆弾なしでこのダンジョンクリアせなあかんっていう、意地でも爆弾取らんからな。もう爆弾が必須な場面全部バグ使って、壁貫通したらいろいろテクニック使って渡っていくからな。早速爆弾が必要な場面、ここは水中爆弾じゃなくてもいいんやけど、この鍾乳石っていうのを爆弾やで潰すんやけど、爆弾や、爆弾と弓や、知らんな、二つとも知らんな。ブーメラン先輩が何とかしてくれるって。よいしょ。でここも鍾乳石落とすんやけど、まあ、ブーメラン先輩が空と飛ばしてあげるよって言ってくれてるんで空飛んでいきましょう。ここも特定の位置からすんごいエイムシビアなんやけど、特定の位置にブーメラン投げて2段階 LJ と飛んでいく。 OKOKOK。 さあこの奥にやってきました。まあここにやってきたんやけど、ここって本来は水を流してこの上の水車っていうのをくるくる回して、まあこの3つの台座がぐるぐる回って、この台座のくるくる回る台座に乗ってこの奥行くんやけど、ブーメラン先輩が空飛ばしてくれるって。やっぱ持つべきは友達やで。おっと、こんないいところに宝箱が、中身は小さな鍵。おっと、こんないいところにちょうどいい段差が。 LJ して柵飛び越える。でこの奥、ここ水中爆弾が必要になってて、水中爆弾でこの岩潰していくんやけど、水中爆弾持ってません。でそこでこの奥に行きたいんじゃ、お前なんやなんや、この奥に行きます。ちょうどいいところになんか意味深な壺が置いてありますね。何の壺やろな、これは何のためにあるんやろな、この壺は。ざけんなよ。まあ水中爆弾がないなら壁を貫通すればいいんじゃないの。壺でちょっと押してもらって、ここの微妙な隙間にうまいこと挟まって連打で泳いで壁抜けたらいいんじゃないの。さあ中ボスのこいつ、デクトードやったっけ名前、なんか名前あんまり覚えてないけども気持ち悪い敵で有名なキャラやな、デクトード。まずはお茶ま、お茶ま、お玉じゃくし倒しましょう。ここでの回転切りの入力ミスがしやすいジンクスがある。全部倒したら飛ぶやろ。で主観して入れたらすぐ落ちてく。あーん、
あとは殴るだけ。オッケー、2段階目もやっていきましょう。あ、ミスター、連続のコンボしてもうた。これね、連打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 ってしてると、なんかずっと通常攻撃続けれるんやけど、これを2ターン繰り返したら2ターンでこいつ倒せんのに、ちょっとミスったな。ほら、あと2回やったやん。惜しいな、もう一発撮りやから、まあしゃあないけど。きったねえ。でもこの汚い宝箱の中には みんな大好きクローショット。いいよな、クローショット好きやねんな、めっちゃ。俺フックショットよりもクローショット派やねんな。さあ、クローショットゲットしたら大広間に戻ってきて、上に行ってみましょう。ここの階段から上側に向けたら、あそこにツタがあるんで、上に登ってこのままボス戦に行くこともできるんやけど、ここでトアプリ HD 限定のバグ技っていうのがあって、謎に HD になって新たに追加されたバグ技があるんよ。 HD 限定の、だからゲームキューブとか Wii 版とかではできないバグがある。それを今からやっていきましょう。それは簡単、この中に入ります。そんだけ撤退。これだけで天空都市の一部の門が消えます。なんでかっていうと、その物のゲームの内部的に見たら、それぞれ物には ID っていうのが決まってて、例えばクローショットとか、あそこの敵のヒップループとか、あの食材、扉で、この柵で、この奥にあるツタで、この下にある水とか、いろいろその ID っていうのが決まってて、それがあっちのさっき入った部屋の中にある門と天空都市にある門が同じなんよね。謎に HD では同じ ID になってて、さっきにあっちの固定の神殿の方をロードさせると、天空都市ではもうすでにロードされてるから、その ID のものなんてないよってなって、その天空都市の門が結果的に消えるっていうことになる。まあこれは後々天空都市に行った時にまあ詳しく説明するわ。概要としてはそんな感じかな。というわけでボス部屋行ってみましょう。あれ、ボスキー持ってないって？え、俺ボスキー持ってないって？持ってないなら壁を貫通すればいいんじゃないの。というわけでボス戦オクタイル。さあ、このオクタイルなんやけど、1段階目が通常の攻撃が3倍になるんで、じゃあ強攻撃や、強攻撃が3倍になるんで、強攻撃当てて、で、これ、クローショット打ってる間に、ムービー入ると、今、見えたと思うけど、リンクがパッて消えたやろ。ほんまはここにおんねん。ほんまここにおんねんけど、このムービーが始まるときに、クローショットをアイアンブーツ脱いでやってると、ロケットリンクっていうバグが発動して、そのロケットリンクって何かっていうと、その名の通り、リンクがロケットみたいに上に吹っ飛ぶってバグで、今、上に瞬間移動しました。っていうネタね。これ実用性全くないから、逆になんか上に行って下に潜らなあかんからタイムロスっていう、まあそういうネタがしたかっただけ。ほら、天井にワープしてるやろ。笑うわ、このロケットリンクって名前を。笑うくない。さあ、オクタイルやっていきましょう。戦っていくんやけど、このオクタイルって結構難しくて、ここで重要なのが、まあクローショットであいつのとこ行くんやけど、アイアンブーツ履いてクローショットすんね。ちょっと待って、左来い。オッケー、アイアンブーツ履いてクローショット、届かない、いける。 OK で4回殴る。4回目にダメージ判定があるんで、4回目に殴ったら、上見えてるかな、アイアンブーツカンテラにしたやろ。これでアイアンブーツがなくなったから、すぐに今から動けるようになるから、すぐにクローショットすると連続で攻撃が可能と。でカンテラはそのままでいいか。でカメラ完全に引っ張って、スティック右下に倒して右に泳ぐ。そしたら来るから、そこにクローショット、なんで注目が外れんの。間に合っていく、死んでもらおう。さらばだ、強かった。
でかした最後の狩りの結晶石。正真正銘最後の狩りの結晶石。三つ目やな、三つ目。で、コラクト画面見ると、あれ一個しかない。いや、これ気のせいやから。これは気のせい。あの、二つは誠のメガネ使わな見えへんってやつで、俺はちゃんと見えてるから。俺はもう心が透き通ってるから、ちゃんと残り二つの鍵の結晶石見えてるから。いや、二つ目ゲットしてないから、ここの画面に表示されてないとかそんなんじゃないから。心が汚れてるやつにはこの鍵の結晶石二つは見えへんようになってるから。俺はしっかり見えてるから。ここに三つの鍵の結晶石ちゃんと見えてるから。で、取りましょうって言いたいところやけど、外していく。ハートのツアーゲットー。さあ、3つの鍵の結晶石集めて帰ってきたら、なんかザントにペシンって縛かれて、ミドナが鍵の世界の住人やのに、無理やり光の世界に実体を持っていかれた関係で、もう死にかけ。まあ、パート1の時に言ったと思うけど、光の世界ではミドナは鍵としてしか生きていくことできんくて、その鍵にこうやって映っとってんけど、本体は見えずに。けど、その、ザントに無理やり実体を光の世界にガッて持っていかれたから今死にかけ。で、これを助けるためになんかゼルダっていう人に会いに行かなかなし。ゼルダって誰や？